い、どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。ですね、今日は新橋に来ております。はい、新橋って聞くとなんかこう駅前出た時に機関車みたいな、機関車の模型があって、その周りにこうスーツ姿のサラリーマンだったりとかっていうのがいっぱいいるっていう、まあそういうイメージだと思うんですけども、でも一歩その虎ノ門の方に歩けばもうめちゃくちゃおしゃれな、ビルだったりとか、まあ森ビルもありますから、はい、めちゃくちゃおしゃれなところがいっぱいあります。で、まあそんな中にですね、まあ神社があるということで今こう来てます。神社仏閣ページの僕にとってはですね、行かずにはいられないということで、まあ仕事の合間を縫って今ここに来てます。はい、情熱が止まりません。で、なんかここって出世の階段みたいなものがあるらしくてですね、そこにちょっと登りたいんですよ今回。でもなんかもうなんかゆるい坂登ってきちゃってる感じがしますよね。なのでちょっとここじゃないのかなっていう、一旦出ましょう。はい、やってまいりました。これが出世の階段と呼ばれるところです。あ、すごい、めっちゃ急なんですけど、めっちゃ急、しかも誰もいないってことはみんな出世したくないのかな。はい、出世の階段来ました。今から登っていくんですけど、あのこういう角度で登っていくとですね、僕は前見てるんですけど、皆さんは後ろ見てますよね。で、この坂ってこう振り返っちゃいけないらしいんですよ。登ってる間は振り返っちゃいけないということで、もう皆さん振り返って、常に振り返った状態になっちゃってるので、この動画はですね、こう前に向いてこの状態でずいずいずいと皆さんと一緒に上がっていきます。あ、ちょっと彼が手本になってくれそうですね。そうです、あの後ろを振り向いちゃいけないんです。振り向かずにまっすぐ行くと。ちなみにこれすごい急なんですよ、坂が。わかります？これあの真ん中に鎖がありますけど、あれ捕まらないと確かにちょっとまずいなって思うぐらいですね。坂はめっちゃ急です。段数はそんなに多くはないんですけど、もう彼今多分建物でいうと3階分ぐらい上がってますよ。あ、ちょっとなんか疲れてそうです。そう、しかも止まっちゃいけないんですよね。あ、うわ、めっちゃ高い、めっちゃ高い。もう5、6階分は高くいってます。はい、今登り切りました。と同時にまた2人目が登っていきます。というような感じで、あの、出世の階段、僕もですね、皆さんと一緒に登っていきます。一緒に出世しましょう。で、ただ登るだけだって、ちょっと登りながらですね、またいただいたコメントに対して、回答するっていうことをやりたいと思います。今回いただいたコメントは、ミニマリストと性欲の関係、ミニマリストになると性欲もミニマルになっちゃうんですかっていうご質問ですね。はい、いただきました。ありがとうございます。今から出世の階段を登るっていうのに、性欲についてのテーマなので、ちょっと合わないかなと思ったかもしれないんですけど、まあそこはですね、ショッピーなので、ゆるくやらせていただきます。はい、では行きましょう。で、まあ性欲なんですけど、性欲はですね、あ、今登ってますよ、止まらずに登ってますよ。で、まあ例えばミニマリストになると必要なものしか、まあ必要最低限のものだったり知識だったり情報っていうのをまあ身につけるので、例えば性欲が必要ない人はですね、まあ、おっしゃる通り、性欲もミニマリストになっていくんじゃないかなというふうに思いますけども、僕の場合ですね、全く、断捨離した後と、断捨離する前で、性欲が変わったかと聞かれると、全く変化はないです。はい。なんですけども、またちょっとこれで不思議なことが起こりましてですね、まあ、断捨離してから僕は彼女ができたんですけども、その彼女が、まあ、で、僕はですね、まあ、性欲は、やっぱ強い方なんですね。強い方なので、なんだっけ？何してたっけ？はい。余裕で到着ドエス。こういうところなんだ。疲れてきた。全然感じない。全然疲れてませんよ。はい。あ、でも、恋が癒してくれますね。でかいなぁ。すごい整備されてるし、なんか、うわぁ、いいとこだなぁ、ここ。静かだし、
全然新橋感がないですよ、ここ。で、どこまで話しましたっけ？あ、そうそうそう。断捨離をしてから、まあ、彼女ができたんですけども、そのですね、僕は比較的性欲強い方で、なので、その彼女ができたら、もうデート1回目からもう、暑い夜をですね、展開していくっていうことをやってたんですけども、断捨離をした後、できた彼女とはですね、ダイレクトに言っちゃうと、そんなにムラムラしなくなったっていうか、まあ、そういうのはあります。精力的になんか弱くなっちゃったみたいな、まあ、そういうのは一切ないんですけども、まあ、ただ、デートのたんびに、ロマンチックをしていたのが、断捨離をした後は、そのデートを、まあ、2、3回に1回ペースでロマンチックをするようになったということですね。不思議ですね。まあ、やっぱりその執着だったりとか、そういう、変わったんじゃないですかね。じゃあまた例によって他の人はどうかっていうことなんですけど、普通にまあ奥さんだったりとか彼女さんだったりとか、まあ風俗行ったりとかして、まあ、もうガンガンロマンチックやってます。皆さん。はい。まあでもやっぱ気になりますもんね。ミニマリストになると、なんかそういうモチベーションが下がっちゃったりとか、本当にこう、必要なものまで捨てちゃったりとか、彼女なんていらないとか言って彼女も断捨離しちゃう人もいますから、うん、そういう人はですね、性欲もミニマリズムになっちゃうんじゃないかなというふうに思います。本当に例えばぶっ飛んだ人なんかは断捨離をした後に物もいらない、部屋もいらない、そのお金も、まあ、出費が毎月3万円だからっていう理由で、まあ、田舎に越しちゃって、でそこでなんか細々と暮らしてるみたいなっていう人もまあ中にはいるので、まあそれと一緒にこう性欲も、まあ、その奥さんもいらないとか言って、で性欲も切り捨てちゃう人も、まあ、やっぱ言います。でも、少なくとも僕だったりとか、僕の周りの経営者の人たちっていうのは、エネルギッシュで向上心もマックスなので、常に高いので、そういうロマンチックをですね、切り捨てるってことはできません。はい。まあ、まとめると、ミニマリストをやることで、性欲も断捨離しちゃう人は中にもいますよっていうことです。はい。まあ、でも、本当に稀だってことですね。まあ、それもちょっと覚えておいてください。ということで、参考になりましたでしょうか。まあ、1ミリでも。参考になりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをカチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。